よっと。俺にカットはダメ。切れとるやん。ちょ、たまには俺もやらしてよ。たまにはさ、俺もティア1の選手使わしてよ。いいでしょ。たまには、たまには俺にティア1の選手使わしてよ。あー、でもそうなるんや。あー、どうしようかな。やばい、バースとか取り行ってないけんさ、ガチオーダー組めん。まさかの秘宝、バース取り行ってないけんガチオーダーが組めない件について。まあ、ギータでいいか。あー、それやったらさ、まあ、ギータでいいか。楽天中日、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 阪神、阪神、阪神、球児がおる。楽天中日、楽天中日、こうしよう。これでいいでしょ。 OK、 これの方がいいな多分。これでいこう。まあ結局石川歩にしても菊池シビエスにしても、まあどっちでもいいって感じやな。どうせ TS で出るやろ、16年が最多勝でキャリアハイだったら。まあでも石川歩はね、育成契約しとるけん出らんもんね。今日西武4四球当てられてて怒ってましたね。それは切れるやろ、オープン戦前に何ぶつけてくれとんねん。何してくれとんねん、ノーコンガっつって。ストライクも投げられないやつがブレイクすんねーち。西武勝ち切れ。おこです。それアウトは知らん。やばい、オーダーが強ければ強いほど俺のバッティングはゴミになるかもしれない。えぐい。平田さん使うと楽しいよ。おもろいよ平田さん、こういうあるし。いや、今日2点が関の山かもしれん。打率上げたかったのにな。いや、甲子園見にくいよ、めちゃめちゃ。まあ、打てる、こうやって打てる人はいいけどね。打てん人、ここでめっちゃ打てんやろうけんな。見にくい。甲子園打てんのはしょうがない。もう、あの、8割打てんと思うけん。8割の人がね。うわ、今日代打するのめんどくせえな。いつもやったらここね、代打戦でいけんね。あ、うん、やっぱ強いね、能力高い選手は。やっぱ本当に能力高いとさ、ちょっと振り遅れてもさ、ちょっと早く振ってもさ、飛んでいくけんさ。
昔は俺こうやって毎日コロナオーダーでリアタイしよったって考えたらちょっと虚しいな。まあ昔のランクが作業作業言ったのがマジわかるね。これもう打つだけやしな。俺にカットはダメ。地方のニュース、アビスパが5分やったらホークス30分みたいな感じ。もう水かコーヒーしか飲んでない。何20日の重大発表って。なんか発表されたぞ。発表するっていう発表があったぞ。発表の発表。よっと。ここの出来が違うけんさ、牽制さすね俺は。今のサインプレーばい。今のサインプレーなんで、ね、オリンピックみたいな感じば。いやいがし4年に一度。打球速っ。今の菊池なら取れた。無理、あれ守備ース菊池でも取れん。でも最近もあれしか聞いてないわ、おしゃれなやつ。あれたい。このゲーム使うまでハードル高くない？高いね。もう入る。エグ。明日で。切れとるやん。今の一連の流れ想像できるわ。